恋が10月5日東京渋谷レックスにて2部制ハロウィンワンダマンアストロビータ最後の晩餐を開催することが発表となった。ニューノイは先頃 2024.10 渋谷レックスという文言とともに謎の写真を SNS で公開していたが、ついに発表された内容が2部制ハロウィンワンマンの開催だ。ニューノイのハロウィンワンマンは2014年の解散発表直後のライブ以来、実に10年ぶり。ニューノイは現在、復活後の活動を締めくくる2025年1月4日の渋谷公会堂ファイナルライブへ向けて、あらゆる活動にラストという言葉を冠しており、今回のハロウィンワンダマンもラストロリータ最後の晩餐というタイトルとなる。先行公開されていた写真が予告していた通り、ハロウィンワンマンはメンバーがロリータ姿で登場することが決定している。2部制ハロウィンワンマンは、その第1部が希望をテーマに明るい曲を中心としたポップな内容。第2部は、絶望をテーマに激しい曲や暴れ曲を中心としたダークなライブを展開する予定だ。第2部ではメンバーがステージから客席フロアへ降ってくる可能性もあるほどの激しさを想定しているという。なお、現在ロリータ限定のグッズも制作中とのこと。チケットの先行受付は第1部及び第2部ともに8月11日よりキャンベイプレゼンツニューノイ2部制ハロウィンワンマンラストロリータ最後の晩餐10月5日土曜日東京渋谷レックス第1部希望オープン12時スタート12時30分第2部絶望オープン17時30分スタート18時チケット5800円一般発売9月8日日曜日10時先行受付受付期間8月11日日曜日12時8月25日日曜日23時59分第1部先行一般共通購入ページ https://iplus.jp/sf ディテール41億5439万日 p003001 第2部選考一般共通購入ページ https://iplus.jp/sf ディテール41億5440万日 p003001 ニューノイシンス2009から2025ラストワンマンツアー N エバー7月7日日曜日渋谷レックス15アニバーサリーファン感謝祭7月21日日曜日神戸バリット8月4日日曜日広島セカンドクラッチ8月17日土曜日新横浜ニューサイドビーチ9月14日土曜日札幌キューブガーデン9月15日日曜日札幌キューブガーデン9月28日土曜日名古屋エルレイバースデー10月12日土曜日金沢 AG 10月19日土曜日仙台マカナ11月3日日曜日福岡 BE-111 月10日日曜日大阪ミューズミッツバースデー12月1日日曜日渋谷レックスヒーロー&匠バースデーシンス2009から2025ニューノイファイナルライブエンドロール誰よりも大事な君へ2025年1月4日土曜日東京渋谷公会堂オープン17時15分スタート18時チケット前売券5800円全指定席第2次先行受付 https://l-tike.com/noi/